はい、皆さんこんにちは、シャテの社です。今日は何をするかというとですね、こちら、はい、シャテの応援のシャテさんから借りてきましたオールステンレスですね。前回使った定食ホールズとまた違うものです。はい、ちょっと重みもありますね、重みが。はい、ちゃんとですねゲージがついてますんで、これ41センチに合わせてます。はい、そしてですねこれが9センチポットですね、3寸鉢、はい、がぴったり、ちょっと全部入らないのでちょっとここは広くなってます。はい、最低限のサイズ、小さいサイズ入るサイズなのかなと思ってます。はい、こちらを使って今日は上穴ですね、上穴の成形ですね。だから私はこれを上穴成形機と、はい、呼びたいと思います。はい、そしてですねここやっていくとですね、ここにどうしても泥、はい、が溜まってきます。はい、なので定期的にこの泥を落とすような形、はい、溜めていくとですねここの径が太くなってきますんで、上穴の径がどんどん大きくなって重くなってきますんで、やりづらくなりますんで手間をかけて、はい、やっていきます。はい、それが一番早いですね。いろいろなんか水をつけてとかやってたんですけど逆についちゃう。はい、なので定期的にこれ泥を落とすのが一番、はい、良かったです。はい、やってみた実感ですね。ということで、はい、こちらやっていきます。はい、ということで5回ほど穴開けるとこんなに結構な泥がつきます。まあ、もちろん土質、泥の水分加減にもよると思うんですけど、私ちょっとたっぷりめに今回湿らせてますので、どうしてもですねこっちから土が、泥がこう溜まってって、ここにやっぱり最終的にはここに溜まっちゃうんですよね。はい、なのでこれを手で落とし、はい、綺麗に落とす、それが一番間違いないですね。はい、そしてこちらはですねどうやら受注ロットがあって、数がまとまらないと製造しないという話も聞いてますんで、はい、でちなみにですねこれは農家の店新進板倉店に、はい、今まだ在庫ありましたね。で話聞いたらやっぱりまとめて買って補充してるっていう話です。はい、はい、どうだったでしょうか。これはですね、うん、先ほども言いましたけどここをついた泥を手で落とすのが一番いいですね。はい、で今回は5個開けたら1回ですね、5個開けたら1回ここの泥を落とすと、はい、この辺もですね先っちょの方もきれいに落としてやる。はい、そして1ベッド
今71個ですね、穴開けてますんで、参考までに大体何分かかるか。はいはい、現在1時4分ですね、午後。はい、スタートフィニッシュですね。今1時13分です。はい、9分ですね。ですよね、4分から13分ですから9分、一ベッド30メーターですね。71から2個開けました。5回開けたらドローを1回取るっていう形で、約一ベッド9分。はい、参考までに汗を1回も拭わないで一ベッド穴開けてみました。はい、そのぐらいかかったそうです。はい私が言っております。はい、なのでまああくまでも参考値で、はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、私の個人的な、まあ、感想なんですけど、これ成形してしまうんで、上穴を、この成形された部分っていうのはちょっと硬くなります。なのでまあそれを私は利用して、もうポッとポトンと落として、で後から株元貫水するんですけど、その時にやっぱ土が固まってますんで、開けた方ですね、株元貫水すると本当上穴に水が集中するんで非常に良かったです。前回定食ホールの時はで、ただですね、根っこがガッて出た時にでも固いんでちょっと上根になります。上に根が行くイメージ。はい、まあ私の勘違いかもしれないんですけど、上に行ってまた潜りますんで、はい、定食活着には特に問題ないのかなと、はい、思ってます。まあそこを気にされる方はちょっと使えないかもしれないですね。はい、楽しい農業ですんで、うん、株元灌水、株元に水がしっかりこう行くのは非常に楽しいですね。はい、前回クイズの回答はワンタッチニップが正解ですね。ワンタッチニップが正解です。そして今回のクイズ、はい、私はこれを誰からお借りしてきたかをご回答ください。以上、シャドウでございました。じゃあ、シャドウ。